ハタガヤ族は、カヤツリグサ科に属する植物の族の一つ。天キ族に類似する小さな群。ハタガヤ族の植物は、細い一年生、多年生の双本。細い葉を主に根なし、細い感を多数出す。果ョはその先端に生じ、登場か、あるいはやや不揃いな形に、複数のコボをつける。果ョの基部には普通は、包みがある。コボは、 輪片がほぼ螺旋状に並んだもので、多くの花を含む。小花は一枚の輪片に一個の両性花が収まった、形。可比変、あるいはそれに由来する構造はなく、小花は、お寿しべとめしべのみからなる。めしべは、中等が三つに裂ける。根本の方は細く、基部で丸く膨れ、果実が熟した後も残る。果実は、ーラン形、その断面は三角形。全体に、 天津貴族に似ており、特に、小布や花の特徴の多くは、天津貴族の一部によく似ている。しかし、天津貴族では、果実の成熟時に、メシベの基部で脱落する点で異なっている。なお、この族の植物の分布の中心は、アフリカと南アメリカで乾燥したサバンナなどに生育する種には、しっかりした根茎や木質化して立ち上がる茎を持つ、ものがある。 この点では一年草が多い天月族とはかなり趣きが異なる。世界の熱帯、亜熱帯域に約100種が知られる。日本では以下の2種が知られる。いずれもごくか細い小型の一年草である。ない。ありがとうございます。